ソムリエ TV をご覧の皆さん、こんにちは。ソムリエの哲也とスーパーソムリエの小野塚です。今回は6月のワイン定期日、はい、第2週だね、これはね、はい、2週のマリアージュをご提案させていただきたいと思います。プラテント、うん、レディコンベサーリー、話し合いながら飲むワインで、で、大井さん言ってたね。はい、言ってました、うん、まさにその通り。いや、いいワインだね。マンゾーニビアンコ、まあ、やっぱり16年っていうね、結構ね、しっかりとした落ち着きもあるような、うん、そんなワインでございます。白ワインで5年ってなかなか ねないですもんね、うん、さあ、このワインに合わせるものはどうしようかなっていうふうに考えたんですけども、まあ話の中で確か出てたのが、はい、豚生姜焼き、そうです、生姜が合うって浦川さんめちゃめちゃ言ってました。買ってきた。じゃん。豚の生姜焼きでございます。ちらっと見たけどシューマイも合いそうだ。これ、ね。絶対合いそうですけどね。まあまこれシューマイはさ、絶対に何でも合うからさ、まあ、いや最後の最後でいいじゃんと思ってて。置いておきましょう。いやこれが合わなかった時にはこれですよ、じゃあ。はい。合わないことないと思いますけどね、豚の生姜焼き。じゃあこれをじゃあまずはやってみましょう。はい。500ワット2分40秒。あ、結構変わりますね。まあやっぱりそんぐらいかかるんだろうね。いますよ。今豚の生姜焼きなんてものがもう売ってるんですね。売ってるんですよ、セブンさん。じゃあとりあえずワインでも飲んで待つか。マンゾーニビアン、マンゾーニさんが名前自分から取っちゃったんですね。リースリングとピノビアンコですね。ピノビアンコなんだよね、うん、ピノビアンコをさ、やっぱりイタリアでも売ってんだね。なんかでもリースリングっぽさ感じますよね、なんか甘みというか。ではね、オイリーさもあるな。確か本編って言っちゃダメだけどワインのその紹介していた時にはさ、リースリングの話全然あんまり出てなかったけど、うん、このプラテルを実はリースリングも美味しいんですよ。美味しいです。多分そこに力かけてるんじゃないかな、ね、だからそういうのが好きだからこそやってるんだろうなっていう思いもあるので、ズガちゃんがさ、今さっきからさ、なんかさ、うん、それ食べちゃダメでしょ。いや、うまいっす。これ出たの何週だっけ。これが第1週目です。でもリースリングって言ったらオイリーじゃないですか。まあそうだね、やっぱ油と相性いいんじゃないかと。いや、そうするとね、豚の生姜焼きも。え、実際どうだった？いや、うまいっす、ね、やっぱり僕たちが今回見つけてしまったマリアージュ、このごま油梅肉っていう、ね、これは世界に発信できるんじゃないかと思う調味料ですね。うまやば。これ日本だけじゃない。合うな、合うね。これいいですよね。これちょっとむっちゃ合うね。そうなんですよ、ごま油梅肉でいいですって今言いたくなるぐらいに合うね。これ最高ですよ。どうしようかな。なんかさ、なんだろう、え、何これ、ちょっと待って、なんかすごくさ、お互いのさ、なんかこう、いや別になくてもいいよっていうぐらいのイメージもあるけど、うん、なんかすごくなーなーな感じじゃない、うん、いいお互いのキャラクター立ち方してると思わない？いや本当にそう思いますね。ごま油はごま油でやっぱ主張強いじゃないですか。うん、梅肉はまあ主張丸出しですけども、これこの合わさり方すごいですね。優しい梅肉ごま油、ちょっと発明しちゃったね、うん、これは商品化できるんじゃないですか。パクりたいっていう方ぜひ一言言っていただければ僕たち嬉しいので、はい、もう取材記憶何でもします。梅肉ごま油のポテトチップスとかあったら、あっちゃー、食べながらワイン飲めるから最高じゃないですか。間違いなくうまいと思うな、はい、カルビーさんいつでもお待ちしております。小池屋さんいつでもお待ちしております。作ってくれたら嬉しいです ね、 ね、これはうまいと思うな。いや本当に、おお、あっという間ですね。2分40秒は早いね。あっちっちのちっちっち、はい、出てて、はい、豚の生姜焼きでございます。キャベツ、キャベツいっぱいあるから、あー、あ、お、すっげえ生姜の香り。あ、本当だ。
もうやっぱりセブンさん容赦ないね、このあたりに関しては。本当に定食屋に行ってるみたいですね。ね。すっ。ホワイトいい香りでございます。豚の生姜焼き、セブンさん。はい、セブンさんの豚の生姜焼き、冷凍食品ですね、これはね。これ冷凍なんですか？冷凍食品です。あ、ちょっとすごいですね。いや、すごいよ、これ。香りが。なんか、こう思ってたのと違うぐらいのレベルぐらいですごい香りが強すぎてちょっとびっくりしてます。では食べてみましょう。そもそも合うんじゃないかって言ってたからね。あ、美味しい。うん。まず美味しいですね。うん。まあまあ普通にうまいな。うん。うん。なんか。当たり前のようにうまくなっちゃった。そうですね。なんか妥当すぎるね。これじゃなくてもいいんじゃねえかと思っちゃう。そうなんですよね。もっと面白さが欲しい。だったらまだ梅肉そうなんですマフラーの方が良かったな。面白さを求めちゃうとね。ちょっとからし入れよう、からし。からしでいきましょうか。うん。確かにからし欲しいですね。からしとキャベツもちょっと。これといきますよ。最初が焼かれてたらちょっとどうですか。今ワインは入れてない。うん。からし豚の生姜焼きは普通に美味しい。正直やっぱりからし入れた方がうまいね。うん。でも全合うんですけどね。合うね。まあ、面白さって考えたらあんまりないな。そうなんですよ。なんか妥当です。うん。っていうか、なんか僕たちが普通のレストランに勤めてるんだったらこういう風に。なんこれとこれ合いますよみたいな感じでさ、うん、なんかでもさ、豚の生姜焼きにこんなやつをさ出すさソムリエいないぜ。なかなかないですね。いないね。そもそもおかしいんだけど僕たちの頭の中からさ、うん、でちょっとからしはなしで梅肉、ごま油、豚肉、キャベツ、豚肉、豚生姜焼き、豚生姜焼き、うん、あ、うまくない？いや、僕はこっちの方が好きです。こっちの方がうまいね。うん。あ、待って。うまいよ、これ。待って。これはうまいわ。いや、これ、紅生姜合うぞ。絶対いいですよね。買ってくる。あ、しますか。買ってきます。はい。はい。紅生姜買ってきました。お母さん食堂で買ってきましたね、はい、今度はね。ちょっと、近かったので。近かったね、はい。確かにこっちの方が近いっちゃ近いな。紅生姜行きましょう。絶対合いますよね。ちょっとただ紅生姜だけでちょっと食べてみようぜ。紅生姜だけでも絶対合いますよね。合う合うこれは合う合う合うこれは合う。これは非常に合うな。やっぱり生姜だったんだね、今回のキーは。この紅生姜が合うぞ、これ。さっきはね、さっきはあの梅干しとごま油だけでもよかったんですけど、今回紅生姜だけでもいいですね。紅生姜の方がでもこっちの方が良くない？いや、ずっといいです。紅生姜の方がうまいよ、正直。これね、合わせられるかどうかって言ったら紅生姜の方がなんかマリアージュの感がすごい強いです。もうすでに合うんじゃないかっていうのを。ちょっとじゃあ紅生姜豚生姜焼き、つまり生姜生姜ですよ。生姜生姜。うん。うん。うまい。あ、これ最高じゃないですか。あ、あ、イチャイチャしてる口の中で。つまりこれ、プラテンロはもしかしたら牛丼？セブンイレブン牛すきがある。うん、牛すき煮があるから。あ、あるんですか。それに大量に紅生姜買って紅生姜かけてとかね、あと家のすぐ近くにあるんだったらね、すき家さん、松屋さん、ね、吉野家さん、そのあたりの牛とあと紅生姜を買ってきて、多めで合うな、いけますね。っていうか紅生姜だな、てか生姜だわ、やっぱりこれは相性いいですね。じゃあ生姜が良かった、やっぱり、うん、生姜がいいんじゃないかなって言ったら、おいさん僕としては生姜ないですね。昨日浦川さんかもしれないですね。でも
相性いいですよね、うん、甘煮がいい感じ。やっぱりね、こうマリアージュのことばっかり考えてる人間からするとやっぱりこうひらめいちゃったから、そればっかり考えてるんです、ね、そればっかり考えてる。どういう風にしたら美味しくなるかっていうのばっかり考えちゃってるから。僕と一緒ですねそうだね君はギャグばっかり考えてるかもしれないけどでもこれはうまいよ本当に、うん、ちょっとラッキョウ食べてみていいですか。ソムリに言ったらラッキョウ。そうだね、もうラッキョウ大好きだから僕って。ソムリンのピクルスはラッキョと言っても過言ではない。あれあのさ、天使のため息でさ紹介したさ白ワインって何だったっけか、はい、あの時あのマルバジアだったっけ。カンテのマルバジアですよ。だよね。それにラッキョ合わせたんだよね、はい、うん。紅生姜の勝ち。いやー紅生姜、紅生姜、紅生姜、まあだ生姜がすごく良かったねこいつにはね。でも多分紅生姜がいいんじゃないですか豚の生姜焼きでもよかったじゃん。いやそれにでもなんかね紅生姜がいい紅生姜を買おう、うん、紅生姜を買って豚の生姜焼きなんかなんか追い生姜でもいいし、そっちの方がやっぱり食べてる感じがあるから、それでやってもらったらすごく美味しいと思います。ぜひぜひよろしくお願いいたしますと、はい、いうことでね、今回は、第2週2週目2週だったね、はい、プラテードやらせていただきました。ぜひね、自分たちこういう風なマリアージュさせたよとか、うん、コメントいただければと思いますし、いいねとチャンネル登録のほどぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。